御所などへあまり長く上がらないで気が済みませんから、今日私は初めてあなたから離れていこうとするのですが、せめて近いところに行って話をしてからにしたい。あまりよそよそしすぎます、こんなのでは、と源氏は夫人へ取り継がせた。本当にそうでございますよ。体裁を気に遊ばすあなた様方のお間柄ではないのでございますから、あなた様がご衰弱していらっしゃいましても、物腰などでお話になればいかがでしょう。こう女房が夫人に忠告をして、病床の近くへ座を作ったので、源氏は病室へ入って行って話をした。夫人は時々返事もするが、まだ随分様子が弱々しい。それでも絶望状態になっていた頃のことを思うと、夢のような幸福にいると源氏は思わずにはいられないのである。不安に耐えられなかった頃のことを話しているうちに、あの呼吸も絶えたように見えた人がにわかにいろんなことを言い出した光景が目に浮かんできて、たまらず嫌な気がするので、源氏は話を打ち切ろうとした。まああまり長話はよしましょう。いろいろと聞いてほしいこともありますがね。まだまだあなたはだるそうで気の毒だから、こう言った後でお湯をおあげするがいい、と女房に命じた。病の妻の夫らしい、こんな気の使い方をする源氏に女房たちは同情した。